今、家には7歳くらいの猫と2歳児がいるんだけど、この二人の関係性の変化が面白くてたまらない。新生児の頃、子供が泣くと猫はすぐに起きて、そばについて、私も世話をしてますよ、と言わんばかりの顔をしてた。思いがけず子が入院した時は、退院後数日ぴったりくっついてそばを離れようとしなかった。ハイハイができるようになると少し距離を置くようになったが、太鼓のバチで歯磨きごっこをされても怒らず、はた迷惑そうな顔でされるがままになっていた。で、子が歩くようになったら、ちょっと猫のあたりが厳しくなった。腹や尻尾を触られたりしつこくされたりすると、シャーと怒ったり、噛んだり、猫パンチしたり。でも、絶対に爪は出さない。噛むのも牙じゃなく前歯で挟んでる。やるときも一撃限り。子もだんだん理解してきたのか、無茶な撫で方はしないように。今は、このままごとに猫が無言で付き合ったり、帰宅した時に尻尾をくっつけて挨拶したり。なんだかしみじみと仲良しで、親は見ててほのぼのしてる。ずっと仲良くしててほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。